前田忠氏は、日本の政治家、実業家、衆議院議員を務めた。大阪府大阪市出身。父は、衆議院議員の前田慈一郎。1969年関西大学工学部、卒業。前田慈一郎公設秘書、竜王産業代表取締役社長、自民党大阪府組織推進部長を経て、43歳だった1990年2月の、 第39回衆議院議員総選挙にて、大阪府第2区で4度目の出馬で、初当選し川本派所属。1993年第40回衆議院議員総選挙で、時点で繰り上げ当選もなかった。第41回衆議院議員総選挙で大阪4区より、新進党から出馬し国政復帰。1998年1月に、改革クラブに参加。 同副代表権国体委員長につく。1999年国旗国家法成立に尽力し10月5日に改革クラブと統一会派を組む公明党が自民党と自由党との間の連立政権に加わったことに伴い、改革クラブが格外協力の形で連立政権に参加すると、改革クラブを代表して優勢政,政務次官に就任。 小渕内閣、第二次改造内閣、第1次森内閣で優勢政,政務次官を務めた。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、政務次官在職のまま改革クラブ公認で出馬、同選挙で同等の全公認候補4名中、他の3名と違い自身のみ公明党推薦を得られなかったし、前回比例復活の現職閣僚、中山正明に敗北し、 結果的に比例復活もできず、民主党前職で、新進党時代の仲間で前回比例単独の吉田、治や日本共産党新人にも、後人を廃止落選した。2003年の第43回衆議院議員総選挙では大阪4区で、民主党現職吉田の支援に回り、自らは立候補を断念し、吉田は自民党新人。 中山康秀を破り国政復帰を果たした。2004年より、大野生学院大学総合経営学部教授。2012年退職。2013年10月28日、心不全の試し去。66歳没。ありがとうございます。